さあ、まだまだ続く24時間レッスル1ということでございまして、ここからですね、ちょっと多分ガラッと、雰囲気が変わるんじゃないかなと思います。あれ波彦さんの、尽力によりましてなかなかね引っ張り出せないお三方を、今日ね、お招き、したということでございまして、ここからですねアンファンテリブのお三方の、インタビューを行いたいと思います。というわけでございまして、まず僕の隣がですね、児玉雄介選手でございます。こんにちは、はい、こんにちは。ちゃんとスーツ姿で来ていただいてありがとうございます、はい、ぴったりしました。ぴったりしましたね、はい、はい、そしてもちろん、こちらの方でございますね、レッスルワンチャンピオンシップ王者芦野翔太郎選手でございます。はい、こちらもスーツということでございましてね、ちゃんとベルトを持ってきていただきました。ありがとうございます。はい、はい、そして、はい、もう一人でございますね、橘聖吾選手でございます。レッスルワンリザルトチャンピオンシップ王者でございます。座れ、はい、よし。橘選手、どうもありがとうございます。いらっしゃっていただきまして、あ、今日お越しいただいて、あ、ダメだよ、ケンさんにそういうの。よし、よし、よし、そろ、はい、失礼します。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、お三方が、揃いました。というわけでございまして、お三方のね、9.2 横浜分隊で、組まれているカードに、向けてのですね、意気込みとかそういったものをお聞きしたいと思います。ちょっと今ね、橘さん一人遅れてしまいましたけど、なんか芦野さんの、言ってることはこうちゃんとね、従順でございますね。そうそう、一応そういうふうにやっ、はい、うん、今がギリギリ言うこと聞いてくれるんで。あ、ギリギリなんですね、ギリギリこれで。ちょっとタガが外れるとこう結構制御不能になってしまうと、うん、これちょっともう怖いですね。切りやすいですからね。切りやすい、はい、切りやすい。なんか最近の若者と一緒ですよ、ね、まあそうですよね。嘘切れちゃうんだ。もともと橘選手って切りやすかった人っけ。いや、そんなことはなかったですけどね、うん、やっぱりこうやっぱ時代でしょうね。時代が、はい、時代の歪みが生んだ、うん、モンスター。モンスター、モンスターが生まれ、時代の歪みが生んだモンスターだと。モンスターが生まれてしまった。ああ、なるほど。いやけどね、ここさ、最近で今のね、そのこうスタイルにチェンジしてどうですか。そのご自身こうね、日々サングラスをかけてこう竹刀を持ってこうね練り歩くというのはこうご自身の中でこうやっぱり自分で合ってるなと思います、橘さん。ああ、今の姿が合ってると思いますか、ご自身に。ああ、ダメだよ、ダメだから答える、一回答えようか。よし、はい、どうでしょう、ご自身でサングラスにしないと、しかもね、このスーツを着てると。もともと、もう隠してたけど、こうですから。もともと隠したんですね、これ。猫かぶってました。猫かぶってた。え、じゃあ学生の頃とかやっぱこういう感じで。いや、もう学生の頃も猫かぶって、学生の頃も猫をかぶってた。もう猫かぶり歴が長いという。まあ誰にも見せてなかったけど本性はもうすごかったよ、うん、ああ、じゃあもう親御さんでも、もう敬語使おうか。敬語、わかりました。じゃあ先輩でしょ、年上だから、はい、敬語使おうか。すいません、すいませんでした。いやいや、別、はいはいはい。なるほど。じゃあようやく自分の人生の中で初めてこう本当の自分を解放できたという感じですかね、今はね。まあそうですね。あ、本当敬語になった。はい、いやけどそれをね、芦野さんがその今までその橘さん本人が隠していたものよく引き出しましたよね。これ僕引き出してないですよ。え、そうじゃないですか。僕が僕かかってないんで。え、芦野さんがこういうふうにやるみたいに。僕プロデュースしてないです。え、そうなんですか。はい、ないです。てっきりそう思って、っていうかファンの人たちもそう思ってると思うんですけど。いや、もうこれ事実なんかね。はいはい、自分を解放しろと言ったらこうなったと。そうですね。どうしたんですか。いや、面白いな、お前。面白いな、お前。僕は真面目にやったんですよ。真面目ですよね。ですよね。はい、で、サングラスかけてる、まあ、非常に似合うとは思うんですけども、そのサングラスかけつつ、その目線はサングラスの上に毎回来てますよね。ん、サングラスで目を…お前それ。いや、バカにしてないです、バカにしてないです。これは、見たまんまのこと言ってるんですけども、普通サングラスでこう自分の目を隠して見るもんですけども、必ずこうサングラスの上からこう、そうそうそう、そういう感じで今僕のとこ見てますけども。これは俺のプライドです。うん、プライド。ほう。
で笑うんですか、橋本さん。プライド、プライドですよ、プライドですよ。どうしてですか、はい、どういったあたりがこう、いや、僕の中での信念ですよ、ね、僕の中でも強い男はこういう感じなんで。はぁ、なるほどなるほどなるほど、はい、うん、勉強していろいろ見て、ええ、そういう映画やら、はい、何やらいろいろ見て、お、これが完全に悪い男、はい、強い男、はい、それにこの姿です。映画を見て研究されたと。まあ、それと何の映画見た、どんな映画を。アウトレイジ。アウトレイジを見たと。なるほど。ああ、すごかったですね。すごかった。アウトレイジを見るとこういうビジュアルに、なるほど、うん、なるというね。アウトレイジか。初めて、今日初めて分かりました、立花さんのね、まあ、確かに火星寮っぽいですもんね、うん、なんか、ね、ああ、なんかなんとなく火星寮ですよね、うん、っていうかもう火星寮そのものですね。火星、うん、聞いてる、聞いてます、聞いてますよ。火星寮だよ、聞いてますよね。火星寮知ってる。あのピッチングマシンでやられちゃったやつそうそうそう、まあまあまあ、そうそうそう、あんな弱くないですよ、僕。ああ、あんな弱くはないと。俺もっとすごいですからね。あ、そうなんだ、うん、で、市内っていうのは何を見て、やっぱ悪はしないだっていうことですか。いや、これは落っこってたのを拾いました。どこに落っこってたんですか、市内。いや、後楽園で、ええ、後楽園じゃねえ、会見でなんかいい武器ねえかなって探してたら、はい、あって。え、じゃあ、あの合宿場のところにあったと。練習場のところに。なんで笑うんですか、橋本さん。なんで、なんでしかさっき笑う。つぼに入っちゃった。つぼに入っちゃったと。あ、合宿場になんかポツンと置かれていたからこれはいいなと。練習場でいいのねえかなって探してたら、はい、市内があって、とりあえずこれでいいか。なんでレスルワンの合宿場に市内置いてありましたか、ね、いや、わかんないですね。どうなんだろう。もしかしたら、僕が練習生の頃に、ああ、はい、某ひろしさん、某ひろしさんのあれかもしれない。某ひろし、結構いっぱいいますけども、大和ひろしさんでもなく、はい、いや、もう某、某、はい、サンドマンが来たわけじゃないですよね、レスランの。いや、もうサンドマンの、それサンドマンのやつの。サンドマン、サンドマンですか。サンドマン知ってます。知らない。知らない。サンドマン知らないと。いやー、僕はてっきりサンドマンに影響を受けた。サンドマンっていう、やっぱ同じようにしないを、あの狂気として使ってる、まあ昔あった ECW っていう団体のそのトップ選手がいたんですよ。こう飲んだくれで、あの自堕落なんだけどもかっこいいという。缶ビールこうやってやってね。そうそう、缶ビール。熱帯終わっちゃうんですよね。で、こう自分でこうバーッと浴びるっていう、てっきりそれだとばかり思ってたら、ただ単に怒っていたものを使ってるわけですね。怒ってたっていうか、もう拾った神様が多分これ使えっていう。神様、はい、市内の神様が、はい、市内の神様がいるんですよ。でも多分いるでしょうね、神様いろいろいますから。神様いろいろいますからね、うん、いや、結構同じユニットにいながら結構こう知らなかった部分とか結構あったんじゃないですか、今聞いて初めて、ね、まあなんかなるべくしてなったんでしょうね。なるべくしてなったんでしょうね、うん、いやー、けどすごいっすね、ほんとにね。お酒どんぐらい飲むんだっけ。いや、もう毎日ガブガブ飲んでます。酒毎日ガブガブ浴びるほど飲んでる。ガブガブ飲んでます。ガブガブ飲んでます。僕は7月31日までは本当にお酒一切飲まなかったけど、31日までね、誕生日8月1日で20歳になった時からもうガブガブ、ガブガブ、もう20歳になった瞬間にガブガブ飲むと、うん、もうとんでもないです。とんでもない、とんでもない、とんでもないガブガブ。え、飲むとどんな感じなんですか、立花さんは。ガブちゃんだ。あ、もう手につけられないです。手につけられない。僕が酔ったら多分誰も手につけられないと思います。手をですよ。手をつけられる。手をつけられる。いいです、いいです。あ、手におはは別に多分なんか、うん、ちょっともう暴れまくって、もう、あ、ごめんなさい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 、怒んなよ、怒んなよ、お前、はい、飲んだよお前、はい、大変だからお前いちいち。なるほどね。いやけどこれ元はといえば、足野さんがね、その要するにそのエース勢とつるんでてもいいことないから、そうですね、そういうのやめろって言って、はい、まあそういうふうに言ったんですけど、うん、まあ、彼なりのその表現の仕方がこれだったっていう、うん、足野さんから悪くなれって言ったわけじゃないですもんね。そう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 、ですよね。でもまあいいのかもしれないですね、これが、うん、立場にとって。あ、まあ、あの全く本当目立たなかったんで、はい、いい試合するけど目立たないっていう、まあね、そう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 、まあどちらかというとね、非常に正統的でね、生真面目な、プロレスをやっていたわけでございますけども、ね、まあそれはそれでいいことなんですけども、けどそれだけじゃ目立たないと。そうですね、だからなんかアクセントで、うん、こうなったんだと思います。アクセントに程がありますよね。ちょっと、癖がすごい。
癖すごいですか。はい、やっぱ一度見たら忘れられないんだ、ね、これはまあ、あのインパクトあるからいいことなんですけどね。癖がすごいな、まあ、今まで地味だったんで。あ、ご自身でも地味だなと思ってたんですね、それまでは。地味っていうか、やっぱりあんまり印象に残らないって言われ続けて、ずっと、うん、はい、で、まあこれになったら、うん、絶対印象に残るだろう。残る残る、うん、これ残りますね。うん、いやでも残りますよね。こっからですよ、ここから。俺はこっからこっからのし上がりますから。うん、けど急激に変わったもんだから、やっぱ周りはびっくらこいたと思うんですよね。うん、まあそんな、はい、気にしないですね、周りの目は。周りがどう見ようが気にしちゃいないと。周りの目気にしてやってたらこの世界やってらんないですよ。まあそうですよね、周りの目気にしたらそれはもう言われてますからね、練習の時からずっと。いや、吹っ切れましたね、立花さん。1年前にね、その学院生としてここにね、この24時間レスルワンで出た時と、うん、あ、出たんですか。出たんですよ、その時は。もう本当、はい、入って大和広先生の隣で、うん、もう大和広先生がこう言ってることを坊広さん、坊広、ね、坊広先生聞いてて、で、ね、あの大和広先生を尊敬しておりますと、その時言ったんですけども。本当か。猫かぶってましたから。あ、やっぱそれも猫かぶってた。尊敬してない。大和広は尊敬してないと。いや、僕はもう猫かぶってましたよ、ずっと。いや、それは今聞いたんです。それは今聞いたんですけど、大和広はあの尊敬に値しない先輩だと。はい。でもマジか、お前。大丈夫、これ言っちゃって大丈夫これ、うん、まあ多分本人見てないんで大丈夫か。まあ忙しいですからね、本音言った方がいいっすよ。うん、猫かぶってたんだな、はい、猫かぶってたんだから、もうどんどん先輩たちにももう気ぃつかずに本音言った方がいいっすよ。大丈夫、ドキドキしてない。全然してないです、うん、平常心ですよ。平常心か、はい、平常心、はい、後悔してないですよね、大丈夫ですよね。してないです。はい、もう言いたいこと言った方がいいっすよ、うん、なんか今汗。いや大丈夫です。あ、汗かいてんのお前。いや大丈夫、全然汗かいてます。全然汗かいたことないもんね。かいたことないですよ。汗かいたことない。あれ試合水ですから。水、はい、あれ得意体質。そうですね。なるほど。いや、まあね、ちょっとね、立花さんにはまだまだお聞きしたいことがあるので、ちょっと一旦置いといてですね、はい、児玉さんなんですけど、はいはい、まあこれもね、やっぱりインパクトあったんですけども、やっぱりそのニューエラーをね、脱退してそのね、芦野さんと行動を共にするというのをね、こう始めたわけでございますけど、まあ何よりもなぜやっぱニューエラーをやめたかっていうのですね。僕はなんかずっと児玉さんがニューエラーでやってるのを見てて、まあ居心地よさそうで楽しげにやってるなと僕は見えてたんですよ。あ、そうですか。はい、楽しくはなかったですね。楽しくなかったんですか。うん、そうですね。いや、なんか同世代でこう集まって、はいはい、結構いい感じでやってたじゃないですか。いや、楽しくなかったですね。それはいつぐらいから楽しくなくなったんですか。結構最初の方からですね。あ、結構最初の方から、はいはい、結成したもう直後ぐらいから。直後、うん、そうですね、数ヶ月経って、あ、違うなっていう感じはありました。どういったあたりが違うなと。なんかまとまっちゃってるっすよね、多分。まとまっている、はい、刺激がない。そうですね。じゃあもうこれはもう、はい、もうとっととやめた方がいいやぐらいに思ってた、最初。お客さんもそう思うと思います、その、うん、まとまっちゃってる感じ。で、どこかでじゃあタイミングを測ってたんですね。そうですね、うん、これはあのどちらから、やっぱ芦野さんの方から、うん、あのニューエラー抜けて一緒にやらないかっていう話が来たわけですか。いや、僕からかな。はあ、うん、まあ、一人でやる、多分それでやった、ええ、多分一緒にやった方が面白いよっていう、うん、のは言いました、児玉さんから、うん、けどその時はまだニューエラーですね。そうです。ですよね、はい、ニューエラーにいながら一緒にあのやらないかと言われたと。あ、まあ今だから明かせる。見てて、うん、まあ、ニューエラー無理してる感がやっぱあったですよね。あ、うん、無理してるっていうか、つまんなそうな、うん、そこに入ってる、はい、普通そのなんていうんだろう、なんだっけな、ちょっとお前のせいで言葉出てこねえわ。あまりにもすいません、そう、インパクトが強すぎて言葉が出てこないと、うん、チャンピオンが、うんうん、すいません。いや、いいよ、あ、謝ってますよ。そうですね、あの目つきで謝ってますよ、うん、ちょっと謝ってんのか、謝ってないか分かんないけど。いや、すいません、ほんと心の底から思ってます、すいませんでした。すごく上下関係がはっきりしてますね。
まあそこでじゃあすぐ動かずね、ちょっとあのニューエラ勢を欺くために、そうですね、こう何食わぬ顔でずっといたわけじゃないですか、はい、その時はもうあのこう騙されてるニューエラ勢を見てしめしめと、そうですね、あなんであんな手の込んだことやったんですか。なんかあっさりだと、はい、面白くないなと、うんうん、はい、普通にいやこれはいいやみたいな感じだと面白くないなと、あ相手にこうなんかこうやられたっていうふうに思わせるためにはちょっと一発打って叱るべきところで、そうですね、うん、それがまたうまくいきましたね。だって全然稲葉選手気づいてなかったですもん。そうですね、うん、まあお人よしなんでね、うん、稲葉さんがお人よしであるところを利用したと。そうですね、うん、けどそこがもう前提にありながらこう表面ではこうね、あの愛してる愛してると、あれは結構ほらあの誤解を招く発言じゃないですか。そうですか、うん、男同士で愛してるっていうのはなかなかね、うん、ああなるほど、まあそれは別にいいんじゃないですかね。それはあの時点では別にあのどう思われようともよかったと、はいはい、全てはこのためだったから。そうですね、あれは本当で稲葉さんも割とねこうまんざらじゃない感じになったんで。そうですね、まああるんでしょうね、怪我、そっちの怪我、あ稲葉選手がどちらかというと、おそらく、あんまり、まあ、こういう第二者言えないんですが、うん、あるんじゃないかなと。子供さんないですよね。僕はないですね。一切ないですよね。一切ないです。ということは稲葉選手がそういう気があるじゃないかというのがこうあのなんとなくつかめたから、まあ、そっちの方向でちょっと騙してみようと。そうですね、わかんないですけどね。いやけどこれ本当に、物の見事に、絵を描いた、ね、描いたようにもう本当に、ニューエラ脱退が、ね、インパクトのある脱退の仕方で、はい、そこからねこう3人が、ね、揃ったわけでございますよね、というわけでそれを踏まえまして児玉さんは当日稲葉大輝との一騎打ちでございます。はい、はい、まああちらとしてはね稲葉選手としてはやっぱりこうまあ、言ってみれば裏切られた側でございますから、もうしゃがれきになってくるんじゃないかなと思うんですけども、迎え撃つ児玉さんとしてはどうでしょうか。そこは僕はもう離れたんで、うん、もういいよっていう感じなんですけどね、うんうん、まああんだけこうやっぱ僕のこと好きだったんだなと思って。あれは好きなんですかね。好きなんじゃないですかね。裏切られても好きだと。だって言わないでしょ。言わない。好きじゃなかったら、はい、裏切られてもああってなる。ああそこでね終わりってなりますもんね。そうだったのかでまあケリがつく話ですよね、はい、そこで、戦えって言ったってことはまだそうですね。うんだと思います。どうなんでしょう。まあ、僕は一切興味ないんで。あ興味ない。まあまあまあ当日はもうぐちゃぐちゃになるんじゃないですか。稲葉大輝がどんな戦いを仕掛けますか。いや何でもいけますけどまだ決めてない。まだ決めてないですね、うん、どういこうかなと思いますけど、うん、僕多分何でもできるんで。まあそうですよね、はい、うん、結局そのまあ稲葉さんとしてはまあなんか気持ちにケリをつけるためにまあ正攻法なね、まああの方はこう一本気な人ですからいつも通りの戦い仕掛けてくると思うんですけど、児玉さんの方はあの例えばね揺さぶりをかけるのか、それとも真っ向からこうね、あの技と技を力と力をぶつけ合うつもりなのか、そちらはどうなんでしょうか。どうですか。いや、会場の空気で変えるかもしれないし、はあ、まあ決めたのでいくかもしれないし、まだ全然わかんないですけど、うん、まあでも多分ただでは済まないと思います。稲葉大輝が。ただでは済まない。はい、単にどっちが勝ったどっちが負けたじゃない。あ、もうそんなんじゃない。例えばもっと精神的に落とし入れるとか、なんか、はい、廃人みたいなと面白い。廃人廃人みたいな。廃人しましょうか。田島さん、廃人ってわかります。わかりますよ。どんなバカにしてるんですか。いやいや、バカにしてないです。一応確認。さっきからいや、バカにしてるわけないじゃないですか。あ、ちょっとイラついてきましたね。まあ、そうですね。今ちょっと不用意な質問してしまいましたかね、今ね。大丈夫です。はい。なるほど。はい。稲葉大輝が廃人になると、横浜分隊で、はい、はい、そういう試合になるとね、児玉さんから今、お話が出ました。
はい、で、足野さんはこの日はメインで、黒潮イケメン二郎と。そうですね、はい、楽しみですね。こちらのベルトをかけて、うん、すごく僕が一番楽しみにしてますね、うん、イケメンとのシングルマッチが、はい、まあ、分隊メイン本当に楽しみですね、うん、先日、あのサマーフェスの中で公開記者会見を、ね、うん、行って、まあ、あんな感じで、イケメンさんあの語っておりましたけども、まあ、ああいった発言、あるいはこう例えば、ね、写真撮影の時に、こう前に出ようとしたりとか一応意地は、ね、張っておりましたよね、向こうもね。そうですね、うん、ちょっとまあビビってたかなっていうのも。ビビってました、あれ。ビビってましたよ、膝ガクガクしてました。膝ガクガクしてた。ガクガクしましたよ、もう泣いてた。ちょっともう半泣きっすよ、あれ。ちょっと涙目になってんだ、うん、緊張してましたね、明らかに。そうですね、会見だけなので。そう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 、受け答えはなんか緊張してましたよね、うん、もうあれを見れば、まあ、当日もあんな感じでなるだろうから。そうですね、うん、まあでもやっぱああいう人間はこうやってきますからね、いろいろと、うん、多分いろんな動きをこうしてくると思うんで。どうでしたっすか。でさっきコメントバーって見てたら、ええ、あの県立花選手の口の聞き方考えろよ。あ、まあまあ、これは視聴者の皆さんもおっしゃる通りですね。すいません、本当に。立花って射程いいの？射程ですか？はい。県立花さんへの口の聞き方。あ、こいつはなりたいです。なりたい。あ、なるほど。立花さんのようになりたい人たちがいると。まあ、まあ、誰でもってわけじゃないですけど、はい、言ってくれれば考えますよ。考える。なりたいんだったら。優しいね。お、射程として迎え入れると。はい。みんなこういう感じでね、うん、こう同じ服装で徒党を組めばなかなかのインパクトになりますね、これね。そうですね、うん、なるほど。いや、絶対やんないですけどね。やらないですか？やんないですね、うん、これやっぱこれ立花のなんですか、特権だもんな。はい、全部僕の真似はさせないですよ、絶対。いや、真似しないよ、大丈夫。本当ですか？うん、大丈夫です。本当ですかと。今の本当ですかってよかったですね、今のね。なるほど、はい。いやー、けど徐々にね、横浜分隊が近づいてね、来てるわけじゃないですか。そうです、もうあと1週間なんで、うん、本当に、まあ、今コンディションもすごいんで、はい、もう早く試合したくてうずうずしてますね、うん、本当ね、うん、去年のね、横浜分隊、数日前を思うとですね。そうですね、もう本当帰ろうと思いましたからね、会場行って試合見ずに帰っちゃおうかなって本当に思ったぐらい。そこはやっぱり自分自身が そのリングにいない、立ってないということがちょっともう受け入れがたい悔しさだったと。そうですね、まあ、情けないというか、うん、まあ、やっぱ練習中の怪我だったので、はい、まあ、本当にあれは、うん、自分自身が一番なんかこう後悔じゃないですけど、うん、辛かったですね。うん、だから初めてね、今回その年間最大のビッグマッチに向けてこうなんていうかこう自分の気持ちをね、一日一日高揚させている段階が今ね、うん、味わってるわけじゃないですか。これやっぱね、心地いいものですよね、ある意味ね。心地いいですね、うん、だってそれをね求めてこの業界入ってきたわけですからね。そうですね、もうやっぱメイン立たないと、うん、ダメだっていうのはあるんで、まあ大メインじゃなくてもメインぐらい頑張るというのも大事だし、こいつもリザルトあって、児玉さんも稲葉とやって、まあ、僕らが、我々が分隊を面白くするという気持ちでやってるので、うんうんうん、ね、レスラーとして、でもしかもメインでっていうのが、本当にイケメンを、ね、どう料理しようかっていうのを毎日考えてますよ。うん、これはね、立花さんとしてもずっと足野さんと一緒にやってきたわけじゃないですか。その足野さんとずっとあのね、あの行動を共にしてきたわけじゃないですか。あの、足野さんと、ちょっと、あ、そこに気にしないでください。いや、あ、ちょ、いや、そこまでやんなくても、ごめんなさいね、すいませんでした。あ、いやいや、僕ダメだ、ケンさんにそれ。すいませんでした、はい、すいませんでした。そうだった、大丈夫ですか、はい、ね、一緒に、トレーニングとか、もうずっと一緒にやってきた足野さんがこの横浜分隊のメインに立つっていうのは、立花さん的にはやっぱりこれね、嬉しいことですよね、立花さんね。あ、
もうすごいなお前。ダメだって。すいません。ダメだってそれ。すいませんじゃ。今日はやめてもう。はい。すいませんじゃ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ほらやっぱり一緒にやってきた、まあ、あいろいろこう、ね、教えてくれた芦野さんが横浜文太の目にチャンピオンとして立つわけじゃないですか。これはやっぱりね、あの立花さん的にも自分のことのように嬉しいことではないかなと思うわけですよ。もう横浜文太は僕にできることなら全部やりますよ。芦野さんのサポートは何でもやります。じゃあもちろんこれ当日セコンドにもついて当たり前ですよ、はい、何でもしますよ。何でもするって言ってくれてますよ。あ、大丈夫です、僕知ってる、自分の力で。あれ、せっかくセコンドに作って、いや、うん、もう僕は本当一対一でやりたいんで、はい、何の、いや、絶対手足はしないですよ、うん、何もしないでください。手足って今手出し手出し、手出しね、はいはい、はい、あけどやっぱり間近で見たいですもんね、まあ、その気持ちは嬉しいですね、うん、まあ、リングサイドでやっぱ芦野さんのその面を張る姿ね、見ておきたいですもんね。いや、もう見たいですね、絶対セコンド ついても精一杯応援します。精一杯応援すると、はい、ね、はい、うん、大丈夫です、大丈夫です、はい、応援してくれるだけで大丈夫です。そうです、はい、というね、名イベントが、行われるということでございます。はい、そして、立花さんね、今こちらにあります、レスラーリザルトチャンピオンシップの防衛戦というわけでございますね。ダッシュした相手であります伊藤孝則選手との、リマッチでございますけどもね。いやー、どうですかこのベルトね、あのプロ入りしてはじ、ね、初めて巻いたベルトじゃないですか。こう、まあ、チャンピオンベルトを持つっていうのはどうですかご自身。まあベルトはそんなにこれはいらないですね。え、いらないんですか。はい、なんでなんかコラゲンゴミ箱に捨てたはずなんですけど。コラゲンゴミ箱に捨てたはずなんですけど、はい、なんか会社の人間が、はい、これ持っといてください。そうなの、いらねえよってもう一回捨てたんですけど、2回捨てたはずなのに、はい、また持ってきて、呪いのベルトじゃないですか。これはちょっとやばいなって。やばいなと。え、なんでベルトいらないんですか、せっかく取ったのに。いや、ベルトは興味ないです。だってシングルのベルトが2つある意味がないじゃないですか。階級とかも何も違わないのに。ああ、レストランチャンピオンシップのシングルのベルトがあるのに、なぜこのベルトがあるのかと、リザルトがあるのかと。結局若手活性化ベルトみたいな感じで名付けられて作ってますけど、うん、はい、実際初代チャンピオンだった土井浩二は芦野さんに挑戦してるし、はい、で伊藤貴則は近藤修一倒してるし、はいはい、だなんであんのかなってこれを。あ、じゃあ全くなんていうかこれを守るために戦うのではなく、まあ、対戦相手を倒すために、まあ、戦うような形ですね、まあ、今の立花さん。コロケの時にこれかけろって言ったのは伊藤がちゃんとシングル決まってて、うん、あいつが全力できてくんないと意味なかったんで、一回新木場で負けて、はい、で俺は変わったぜって強くなったぜってところを、はい、お客さんにも示して、はい、伊藤貴則も示して他の奴らにも全員に示して、うん、そのためにベルトかけろって言って、うん、やったんで、そのためにまあそれで勝って、まあ本当おまけっていうか、はいはいはい、まあ、あんまり欲しくはないけどもついてきちゃったみたいな。まあ呪いのベルトなんだよ。呪いのベルトなんですね。あんまりあれですけど、うん、けどこれはね、また伊藤選手とねシングルで対戦するわけですから、もちろん負けるわけにはいかないので、勝ち続ける限りはまあこのベルトがねずっとまあついて回ってくるわけですけど、まあ呪いのは燃やしちゃえばいいよ。燃やしたの捨てるとね、またこう帰ってきちゃうんで、燃やせば、消滅させれば、うん、あ、次やっぱゾンビと一緒だ。あ、そうですよね、やっぱゾンビって燃やすんですよね。そう、ゾンビは燃やさないと復活してる。打撃じゃダメなんですか。打撃、じゃあゾンビには打撃が効かないんじゃないかな。やっぱ復活しちゃうんだよ、ゾンビって。はあ、ゾンビベルトなんですね、これ、ね、ゾンビベルトっす。あ、そんなに欲しくないですか。いや、これいらないです。だってベルト持ってるから。これ、あの、アップにしてください、ベルト、はい、ダサいですね、これ。あ、デザインが。まずデザインがこうダサい、うん。アルミ缶なんですこれ。アルミ。なんか。アルミなんすかそれ。アルミ、アルミこれ。まあ、アルミじゃないけど。アルミではないでしょ、さすがに。でもまあ、ね、もうなんかアルミみたいじゃないですか。ああ、けどダイヤモンドが散りばめられてますよ、だって。ダイヤモンドなんですかこれ。違うんすか。ダイヤモンドだとしたら、お前これ、うん、ルビーとダイヤモンド。外して売ってこいよ、お前。いいですか、うん、いいよ、まあ、だってチャンピオンベルトはその持ってる選手のものですから。これがやっぱベルトですよね。そうですね、まあ豪華さやっぱりそちらですよね。でこの後にちょっとねリザルト取ったんです。
これやっぱダメですよね。かっこ悪いですもん。で、ある意味がないんで、このリザルトのベルトに関しては本当、まあ、なかなかね、本当意味付けがね、はい、難しいベルトでありますけどね。レスル1の中では本当いらないベルトですよ、これは。だからお前はもう封印した方がいい。これじゃあ次、分体、うん、糸をぶちのめして、はい、これ燃やして封印します、うん、その場で燃やす、はい、横浜分体で燃やしてしまうとベルト、そうですね、これ史上初ですね、ベルトをその場で燃やすっていうのは、うん、ちょっと聞いといた方がいいんじゃない。会社に火使っていい。いや、会社から、うん、会場が火を使っていいかどうか。今分隊はこの間爆破とかやってるんで多分大丈夫。ああ、じゃあじゃあもうキャンプファイヤーしましょう。キャンプファイヤー、はい、うん、アジノさん、小玉さんも相手ぶちのめして、はい、俺も相手ぶちのめして、はい、これでキャンプファイヤーします。おー、あ、ごめん、俺あの分隊の後ちょっと行かなきゃいけないところあるから、ちょっとキャンプファイヤーできないんだけど。あ、じゃあ小玉さん2人、僕もいいや。キャンプファイヤーしたかったんですね。マシュマロとか焼いておくでしょ。一人で、うん、一人でキャンプファイヤー。キャンプファイヤーほら、あの歌歌って回り回るじゃないですか。はい。っていうことは、キャンプファイヤーやる場合、もちろんね、例えば3人が本当にキャンプファイヤーやるとしたら、多分歌うのは立花さんになると思うんですよ。やっぱ先輩2人歌わせるわけにいかないですか。はい、盛り上げなきゃいけない。はい。もうエロよ、もうエロよって歌えます。歌います。もうエロよ、もうエロよ、炎よ、もうエロって歌わないとキャンプファイヤーって始まらないじゃないですか。キャンプファイヤーしたことあるの？僕、小学校の時。小学校の時歌いましたよね、その時。いや、歌ってないです。だけど、これは歌わないとね。そうですね、まあ僕もしたことないんで、キャンプファイヤー、うん、あんま分かんないですけど、ここでキャンプファイヤーの歌、もし歌えるようだ、歌えるようだったら、あ、当日キャンプファイヤーあるからって言ってこう見に行くお客さんが。キャンプファイヤーの歌、はい、そんなのないだろ。いや、もうエロよ、もうエロよ、炎よ、もうエロって歌あるじゃないですか。もうエロ、もうエロよ、うん、え、今お前、タメ口だった。タメ口聞いてないです、うん、ダメだよ、すいませんでした、うん、歌、ちょっと、え、歌っていただけると。いや、もう歌わないよ、おかしいだろ、こんなの。おかしいっすか。なんで歌うんだよ、俺が。いや、だってご自身がキャンプファイヤーと言い出した。それはもう本番ぶっつけでやるから。あ、ぶっつけでちゃんと歌ってくれる。今、歌わないでよって言ったの。え、いや、え、何、何歌わないでよって言ったの。歌わないよですよね。歌わないよ、歌わないよですよ。はい。じゃあこれは当日立花さんがこのベルトを防衛した暁には横浜分隊で、一人キャンプファイヤーが見られるので、しかも本人の歌付きでね、見られることがこれ決まりましたので、正式に決まりましたので、うん、皆さんちょっと楽しみにしていただければ、うん、まあだからこれは当然その立花さんが防衛っていうか勝ったね、勝った場合でございますからね。いやーけどこれまあリマッチになるわけですけども、まあ前回後楽園でああやって勝ってるわけですから、対伊藤隆則に関しては全く問題ないということでございますよね。またまあタップ奪ってそれで終わりにします。うん、もうグーの音も出ないように、文句言わさせないように、まずはとりあえずエースの団体、まあ一応エース所属なんで、はいはい、その中でまず1番にならないと。そうですね。なんで次分隊で伊藤隆則ぶっ潰して、はい、タップさせて、うん、エースで俺が一番強いんだぞって、うん、とこ示して、うん、それでまあ次このベルトもう燃やすんで、燃やすんで、もう防衛戦はできないんですけど、はい、伊藤も燃やそう。伊藤も燃やそう。伊藤隆則も一緒に燃やそうという過激な、まあ、あの立花派の皆さんが、立花派の皆さんがもうそれだったらいっそのこと伊藤隆則も燃やしまえと。伊藤燃やすって。伊藤ハム。伊藤ハム。伊藤脂肪多いからな、なんかこう。伊藤ハムめっちゃいいな。あのキャンプファイヤーの火でこういぶしたりとかすると伊藤ハムが出来上がると。お中元にしちゃうでしょ。お中元送っちゃうぜ。あ、じゃあ、うん、武藤さんに送ろうぜ。ああ、社長に、社長に、こび、社長じゃねえよ、会長に、あんまり人事分かってないみたいですけど、なの、もう伊藤隆則も一緒に燃やしちゃいと、うん、やりますか。じゃあ防衛したらやっちゃいます。やっちゃいますと。あれやったらいいんじゃん、もうあの場外火してさ、なんかコーナーこう触れず、ありましたよね昔、ニタとムタの。あ、あの爆破のやつ。爆破なんか。場外燃えてなかったですか、あれ。燃えてるところに落とさなかったですか。もうそれやっちゃえばいいじゃん、もう。え、聞いた人の話。はい、うん、触ったらあっち行ってなるやつって。もうベトロトロになっちゃうやつ。いや、そう触ったら
あったな。それ何のやつですかそれ。ムタと、はい、グレートギターミタでやってなかったですか。缶桶に缶桶に入れて、ね、燃やしてやつやってなかったですか。燃やす、あー、あのファイヤーマッチみたいな感じで。そう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 、あ、はい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 、それやってましたよね。それをやれと立花選手に、うんうん、どうでしょうか。アジオさんが言うんだったら、アジオさんが言うんだったらもうやると。うわ、やりますよ。いや、いいですね。いいですね。はい、そのまま負けたらあれだけど大丈夫。負けたら自分が燃やされちゃうんですね。やばいよ。だからもう燃やされたら負けだよ、うん、じゃあもう死ぬか生きるか。そうです、生きるか死ぬか。あどっちかっていうとねデッドアライブですよ、うん、はい。それぐらいの覚悟でやるともう世の立花派としてはもうたまらしびれちゃってしびれちゃって、俺は一生立花さんについていきますっていう人たちがもう全国に増えるんじゃないかなと。あ、だからこれちょっと一発言ってやってくださいよ、全国の立花派の皆様に。横浜分隊では伊藤貴則を燃やして伊藤派ももう作ってやるってこと言ってやってくださいよ。まあ横浜文化体育館では、うん、まあこのまあ伊藤貴則ぶっ潰してタップさせて、うん、まあみんなで、まあ、俺の射程になりたいやつ、うん、集まってキャンプファイヤーあ、いいっすね、はいはい、そこで、まあそのハムをまあ、その射程になりたいやつらのハムを振る舞う、ハムを振る舞って。おお、いいっすね。ハムの人って呼ばれるけど大丈夫。ハムの人ハムを振る舞った人になる。これはいいっすね、うん、うん、自分を応援してくれる人たちとそのたった今その倒したばかり の, あの人間のハムでこうキャンプファイヤーで盛り上がると、うん、なるほど、夢がありますねこれはね、うん、いやちょっとどうですかここまでね言えるように立花さんなったわけですよ。いやすごいですよ、うん、なんか前までは全然こういうな面白いことも言えなかったんで、面白いことの一言で今終わる。いやいや意気込みを語ったんですから今、面白いことというよりも、うん、はい。でもなかなか言えなかったんでね。はい。そこはやっぱすごいですよね。射程募集中か。射程まあでもこれ増えてるよほら。うん。じゃあ俺は先持っていきますと。そうそうそう。そうそう、うん、俺今日から立花派になったわって結構さっきからコメントで。もうまだ射程になれたやつは分隊俺が勝って。はい。伊藤このベルトと糸を燃やしてキャンプファイヤーするんで、うん、そこで集まってもらえれば、はい、もう面倒は見ますよ。面倒を見るとすげえ。いやどうですか、ちょっと楽しいですね。楽しいっすよね。どうしてどうやったら射程になれるの。なんか、ま、待ってる出待ちとかでいい。いやまあそれは、うん、まあファイキャンプファイヤー来てもらって、はい、キャンプファイヤーには来ることは条件の。まあそれはもちろんそこでやっぱり誠意っていうか、うん、とりあえずみんなこうサングラスをちょっとずれて、ね、うん、ずらしてこう、まあ、目指してもらったらあっていう分かるんじゃない、うん、立場が試合中俺のこと応援してんだなって。そうそうそう、もう見た瞬間分かりますもんね、うん、あこれ立花さん応援にしてしに来てるんだなっていうの。うまくいったらあれだよマトリックスの世界ってなる。マトリックスエージェントスミスみたいな、うん、エージェント立花エージェント立花ですよね、うん、これね。それはいいっすね。いやー、うん、夢膨らみますね。どこどこ分隊のあの前に。分隊の前のあそこで、はい、あそこでキャンプファイヤー駐車場とかあるところで。あそこにしようかな、はい、キャンプファイヤー試合が終わったらそこに立花派の皆さん集合すれば、うん、もう僕が勝ってこのベルト持ってくんで、うん、伊藤も持ってくんで縛って縛ってね、はい、あのハムみたいにしてな、そこでお休みで、吊るしてな、吊るして分隊の後ハムパーティーですよ。ハムパーティーですね。ハム食べ放題ですよねこれね。まあ、あいつも120キロあるからな。120ありますね。だからまあまあ振る舞えるね。だいぶまあ多分20人30人ぐらいだったらちょろいんじゃないか。ちょろいですねこれ。ちょろいね。そこまでやりながら、うん、あの先輩のお二方はそれには参加しないと。そうですね。僕はあの試合後アーセナルの、はい、集まりあるんです、うん、そっち行かなきゃいけない。そっち行かなきゃいけない。え、小玉さんなんか用事があるんですか。僕は何もないですけど、はい、まあいいかなっていう。え、参加しないですか。せっかくここまでなんかいろいろ用意してくれるのに。そうですね、うん、で小玉さんにも、まあ、頑張り次第。あ、頑張り次第、立花さんの当日と頑張り次第。そうですね。あ、今めっちゃ嬉しそうな顔します。そうそう、いや、小玉さんが参加する可能性が出るよ、うん、めちゃくちゃ いい笑顔しましたよね今ね。いや、ちょっとしてあげてくださいよ、特に要件がないんだったら。疲れますからね。まあ、キャンプファイヤーね。キャンプファイヤー疲れると、うん、無駄な体力は使
いたくない。いっぱい来てくれれば、うん、やるかもしれない。うん、いや僕必ず何人かいると思いますけどね、サングラスかけて、うん、ね、そういうあのスーツの着方してやってくるあのお客さんは絶対いると思うんですよ、僕。それ、うん、リングからこう目に入ったら多分笑っちゃうっす。笑っちゃう。こんないたら。いやけどいいじゃないですか。バーって人いて、はい、ポンポンってこう立ち花の人がいたら笑っちゃうけど。うん、もうそいつらは、はい、もう面倒見ますよ。面倒見る一生。結構なかなかね、そういう人たちの面倒見るってほら結構大変じゃないですか。うん、ね、大丈夫ですかその辺は。まあその辺はなんとか。なんとか。仁義を通すんで。うん、何かその条件みたいなのあります？かなりこれを守れとか、これを守る人間はこう受け入れるみたいな。まあ、とりあえず後半に生きるためのサングラスとスーツ。サングラスとスーツは必修ですね。まあ、必修ですね。格好、まあ、見た目は。見た目は。あとは髪型はオールバック。髪型はオールバック。うん、はい。とりあえず見た目はその辺、ね。眉毛はどうですか？眉毛はまあ濃いか薄いか、中途半端は一番ダメ。うん、すごい濃いかすごい薄いか。ですね。はいはいはい。で終わるんですか。どういう感じですか。何それ。すごい、すごくない。濃いか薄いかどっちかって。どっちか。要するにあの真ん中はダメです。ダメなんですね。振り切れってことですよこれ。眉毛さえも振り切らなきゃいけない。でひげは。ひげはまあ生えてたらより良い。より良い。より良い。まあ、生えてなかってもまあ。より良い。まだまあまあそこは、まあマイナスにはならない。マイナスにはならない。ひげ生えてるやつはプラスになるだけで。ヒゲはじゃあ優遇されるってことですね。なるほど。あとやっぱ心構えが重要じゃないですか。まあ、心意気がないとやっぱり、うん。心意気がないと。心意気。まあとりあえずそこは。女の子はどうするの？女の子も入りたいっていう。女子だからヒゲ。ヒゲはないね。それは考えてなかった。ちょっと考えてなかったのこれね。それは考えてなかった。なんかあるの女子だと。じゃあ女子だとどうなるの？女子だと、じゃあ身長。160センチ以下の人だったら優遇します。あ、ちっちゃい方。以下なんだ。以下、以上じゃない、以下。小柄な方がいい。結構いいよ。あ、じゃあ、ちょっとなしで今の。あ、なしで、はい。じゃあどういう格好していけばいいか。そう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 。女性はどういう格好して、同じ格好なのか、それともちょっと違う格好なのか。まあ、女性、スケバン。スケバン。とかですかね。スケバンっぽい方。隣にいて似合う。っていうか、ああ、一緒に歩いててこう全然違和感がないようなファッションの方だと OK ととかですかね。じゃあそれはその方のセンスも問われますね、これね。でも逆にスケバンじゃなくても、うん、こう来た時に、はい、あれ違和感ないなってなったら全然、うん、おーって OK だと。あー、何歳以上？何歳以上、まあ何歳までにする？まあ、50ぐらいまで。50? 広いね。50まで OK。 男も女も50、はい、まあ、50までか。50の女性ね、結構熟してますねこれはね。なるほど、わかりました。じゃあこれは当日で、我こそは立花派だと思う方は射程になるチャンスでございますので。これあれですよね、あの足野さんがこう束ねてる人よりも、あの立花さんが束ねてる人たちとか多くなる可能性ありますね。はい、すごいですね。ちょっと面白いね、それ。まあそれでも、うん、もう僕の下なんで足野さんの下みたいな。まあもちろんそうなります。はい。だからそこはもう足野さん好きなように。うん。じゃあ俺に関わあんまり関わりたくなさそうですね。ちょっと橘が面倒見る。そうだよ。俺に。面倒は僕見ますけど、もう足野さんがなんか。ダメだよ。その人たちは俺に話しかけちゃダメ。あ、そうなんですか。話しかけちゃうの。ダメ。面倒くさいじゃないですか。絶対そういう人たちって。ああ、こういうところに集まってくるような人ですからね。うん、あそこはちゃんと線引きすると。そうですね、もうそこは自分の射程は自分で、はい、うん、あの面倒する。まあまあまあそれでもまあまあまあ、はい、大丈夫です。大丈夫だということでね、よかった。結構これは思わぬ展開になってきましたね。 9.2 日後から立花派決起集会になると。そうですね、はい。でそれに対し2人は一切感知しないと、はい、好きにやらせてるというわけでございますね。はい。いやーけどね、今後これ横浜分隊以降のちょっと話を聞きしたいんですけども、今はねこう3人でねやられておりますけど、そのもちろん各自がねその自分の、やるべきこと、シングルプレイヤーとしてのやるべきことももちろんあるんですけども、ユニットとして今後そのレッスルワンでどういったものを見せていきたいかと。
これちょっと足野さんにお聞きしたいなと思いますね。ユニットとして、はい、やっぱ、まあ、個々の力を出していきたいなっていうのはありますね、はい、やっぱレスランにあるユニット、まあ、ニューエラとか、まあトリガーもっと個の力を僕らは前面に出していくっていう感じですかね、はい、個の力で支配するような感じですかね。コナムさんはどうですか、このユニットでやってみたいこと。ニューエラではやらなかったけどここでやってみたいこと、まあ、レスランイコールアンファテルみたいな、どこまで持っていくような感じですかね。なんかそのユニットだからっていうのではないなとは僕は思ってるんで、はい、まあ、みんながシングルのベルト持って、はい、で中止になっていくと、まあやっぱレスラーシングルやらなきゃダメじゃないですか、タグじゃダメなんで、まあ、タグも面白いですよ、うん、でもやっぱりねこのベルト、あとはこのクルーザーかな、まあ視野にあると思うんで、はい、あとはまあこの呪いのベルトもありますけど、はい、まあでもこれは本体で燃えるから、燃えるから、そうですね。なんかユニットだからっていうんじゃなく、一人一人が強ければそのチームは強いじゃないですか、はい、っていう感じかな。で、あのちょっと、コメントコラケンかな、ちょっと気になったのはまだ俺たちの仲間同士はいると。そうですね、はい、まだ水面下でこれちょっと誰なのか、もちろん今の時点ではもちろん言えないですけども、うん、もうすでにいるということですね。もうその人間はもういずれ合流すると。もう時間の問題ですね。はあ、それこそもう横浜直後とかにはもしかすると、うん、まあそうしてもうその人にお任せしてるんで一度見せよう。ああ、じゃあご本人がいつ動くかと、はい、いやこれ誰なのかなと。皆さん分かります、今から合流すると見られてる。まあ一回ねアンディ・ウー選手にあれね、あのマスクかっこいいじゃないですかね、ブラックアンディね、ブラックアンディのマスク、うん、あれを渡そうとして、まあその時は拒否されましたけども。そうですね、まあアンディ・ウーもあのマスクつけたらもっとはっちゃけれるんじゃないですかね。これ立花さんはその誰が今から自分たちに加わるかっていうのは足野さんから聞いてるんですか。何も聞いてないです。あ、じゃあ、はい、立花さんも誰が合流するかがわからないと。まあでも僕は足野さんについていくだけなんで誰がやろうと変わんないです、はい、僕は。まあ、これ例えばでいいんですけども誰だと思います。わかんないですね。わからない。わかんないって答えは一番面白くない。すみません。あ、ちょっと謝ってます、ね。予想、予想しよう、予想。もう一回聞きましょう。誰が一体アンファンテリブルに合流するかと。田中岩石。ああ、岩石さん。ああ、なんとなくそういう匂いを感じる。いや、まあなんか、なんとなく、はい。なんとなくね。立花の母ちゃんでしょ。いや、それやばいっすよ。うちのお母さんは、はい、やばいっす。やばい。いや、やばいっす、本当に。どの辺りがやばいっすか。いや、もうお母さんでやばいっす。お母さんって呼んでるの。多分お母さんの子なんでしょうね、うん、どういった辺りが立花さんのお母さんやばいんでしょうか。いや、もう本当に、うん、口に言えないっす、僕は。口でですよね。口で言えないっす、本当に。本当にやばいんで。いや、ちょ、一旦でいいんで具体的にどういうやばいお母様なのか、まあ、まあ、指輪大量に手つけてぶん殴ってくる。本当に指輪を、まあそれこそ5本の指全部に入れて自分の息子を殴るととんでもない痛さです。とんでもないな。それえ、そんなお母さんだったんですか。そんなにない入れようよ。いやいや、本当にいや、それ、いた方がいいですよね。いいメンバーいた方がいいですよね。でももう、今もうすげえ年ですよ、うん、うちの母さん。関係ない50まではいい。いや、もう65とか。ああ、まあ50、65もそんな変わんない、大丈夫ですよ。いや、もう、いやだって、未だにその、指輪つけたナックルパートが出るんですよね、未だに。いや、もう病人ですね、感じたら。そうなんだ、昔の話ね、これね、はい、そうなんだ。あそう、大丈夫ですか。そんな中で立花さんって育てられてきたんですか。いや、もう兄弟が多かったんで。何人兄弟なんですか。6人なんです。6人
6人兄弟の仲間ですよ。そっくりなんですよ、顔は。6人とも、うん、じゃ全員入れればいい。5番目下、上から全員引き連れていける。そう、全員同じ顔、身長が違うだけですね。おそ松くんみたいですね、なんかね。これ、兄弟全員で入場してきたらやっぱインパクトありますよ、立花さん、これ兄弟全員で入場する、うん、何年か前のレッスルマネーはね、ジョン・シーナの入場シーンで、ね、ジョン・シーナの人たちがみんなこうやってね、みんないましたね。あれを、ね、立花家でやるってのはどうですか。みんなサングラスして、スーツ着て、竹刀を持って、あれ、ジョン・シーナでも何十人いたかいいけど、5人だったらもう、うん、だから3人と2人で、左右。いや、もう終わりじゃないですか、もう出落ちですよ、5人だったら。大丈夫ですよ、そこでインパクトを残せば勝ちですよ。ちょっとこれぜひ横浜分隊そういう入場シーンやってくださいよ、うん、そう、立花トレインですよ、うん、グレイシー一族のようにみんな同じ顔した6人がトレインで入場してきたらこれ衝撃的ですよね。衝撃ですね、うん、先頭じゃなくて 4番目とかなんでしょ。そうそうそう、なぜか4番目戦う本人が4番目先頭はあのね、一番上のお兄さんかなんか、ね、先頭じゃないんだってなるっていう、どれだって、うん、そう、それ面白い、考えて。いや、これは芦野さんがね、やれって命令したらもう逃れられないですよね、芦野さん。いや、僕はもう彼の自主性にさっきからなんか線引いてますよね、うん、あまり不快しないようにしてますよね。そうですね、はい、基本的には、基本的にはそうですか。まあまあ、こういうのはやってても、はい、まあ、試合でね、しっかりしてればまあいいかなという感じですね。そうですね、はい、そんな感じ。あれ、これって18時までだっけ。あ、じゃあもうそろそろでございますね。はい、いやー、けど今日はね、全然あれですよ、なんかコメントを全然読んでなかったから。はい、なんか最後、質問でも。そうですね、ちょっとお三方に質問が、ありましたら、ちょっとコメントの方で。こういう機会じゃないとね。今年のアーセナルについて、これはもう優勝ですね、はい、優勝間違いないです、はい、明日リバプールとなんで。はい、これはじゃあ、そこの優勝を見た上でこうね、優勝して、まあね、うん、横浜分隊もこう勝てば。そうですね、まあまだ第3節なんで、はい、明日ね、リバプールとなんですよ。さっき、ちょっとアーセナルに否定的なコメントもあったんですけど、ね、なんすか、どんなコメントだったんですか。アーセナルね、はいはいみたいな。あ、多分、トッテナムファンだと思うんです。まあそれね、あとでホエズラー書くと、あ、防衛回数目標、これはまあずっと持ってればずっと防衛しますから ね、そう、うん、数字は増えていきますからね、うん、はい、まあ史上最多ね、防衛回数はもうね、当たり前だと。2桁いきたいですね。2桁いきたいですね。2桁ははい、はい、それ以外でご質問ありますでしょうか。キャンプファイヤーの参加費はと、これは無料ですよね。これは参加してくれる人ですよ。それはやっぱ、うん、面倒見るわけですからね。社内をちゃんと、うん、結構面倒見るのって多人数だと大変ですね。大変ですね、うん、お金はかかるしね。食事はキャンプファイヤーお金かかんない。これと伊藤なんで、うん、ハムナイそっか、うん、そうか、お金はかかんない。お金はかからない。経費はない。雨天結構ですかって書いてある。うー、まあ雨天、まあ雨天でもまあ、うん、結構します。雨天結構、はい、うん、はい、もうみんな食いついてるな、キャンプファイヤーに。そうですね、やっぱ期待されてるね、うん、これを見ると。だから場所は横浜分隊の前の広場でございます。ああ、広場あるんだね。全、はい、試合終了後にそこで、うん、はい、はい。小玉さんサングラスかけてみてって。小玉さんサングラスしないですよね。お、してくれる。あ、じゃあちょっとこれレアケースですね、小玉さんのサングラスの姿。多分似合わないですけど。いやいや、そんなことない。あ、本当か。あ、いいいいいいっすよね。なんかジョジョでこんな人いなかったっすか。ジョジョね、似合うってみんな、ほら恥ずかしくなっちゃった。いい、これいいですよ、はい、いやいや、もう石原軍団って、石原軍団って言ってますね、本当にね。すごいね。あ、芦野さんもいいっすね。先出ししてくれそうだな。芦野さん、本当石原軍団っぽいっすね。石原軍団、一人西部警察、はい、はい、いいっすね。まあまあ、やっぱりアーファンテレビルの皆様、みんなサングラスが似合うなと、うん、うん、いう感じですね。いや、まあまあ、この方はまあね、あ、歌教員だ、歌教員。あ、なるほど。あの立花さん、こう上手い感じでそのあのメンチを切るこう目線をちゃんとこうサングラスをかけながら、そう、あの相手を、ね、あの見せるときはこうサングラスの角度、大体どれぐらいにすればこう上手い感じでこう目が、これが一番ベストな、これがベストベストなんだ。その位置が一番ベスト。いろいろ試したんだ。試しましたね、いろいろ。上にしてみたり、うん、この辺にしてみたり。上にしたことあるんですか。ありますよ。上だとどんな感じなんですか。いや、
いや、ちょ、見せよう見せよう。上だとこんな感じになるんですよ。そりゃ そうでしょ。すごい、なんか、うん、いや、これはあんまりなんかふざけてるやつ。いや、なんか、馬券売り場とかにいるような、ね、感じですよね。そうですね。場外馬券売り場にね。これはやふざけてるんで、やっぱ感じ。ダメだな。どこがベスト、ちょっともう一回カメラ見て。ベストポジションここですもんね。ちゃんとあるんですね、ベストポジションとかね。いいね。ところ4時のようになってると、ね、はい、こんなとこですかね。はい、ね、はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、こんな感じでございます。はい、というわけでございましてね、本日お三方お越しいただきまして、まあ、横浜分隊でね、3人揃っての勝利というのをね、こう見せていただくというわけでございますので、じゃあ最後はですね、代表しました足野さん、横浜分隊にね、足を運ばれる皆様にですね、はい、横浜分隊に向けてのメッセージをよろしくお願いいたします。はい、横浜分隊まであと1週間、9月2日ぜひ会場でお待ちしております。僕らアンファンテーブルがですね、圧倒的な存在感を見せつけて分隊成功させますので、はい、メインではまあイケメン彼をコテンパンにしてね、叩きのめして、まあ、みんなの人気者のイケメンを僕が倒して、はい、うん、新しいまたレスラーのここからが再スタートだと思ってるんで、はい、そこからまた新しいものを作り出していくという感じですかね。わ、はい、かりました。ありがとうございました。はい、というわけでは何か最後に言いたいことがもしあるようでしたら。いや、もう大丈夫です。いや、そんなことないでしょ。多分あると思うんですね、視聴者の皆さん向けて。だからね。うん、はいよ。いやね、やっぱここは立花聖吾の凄みを最後に見せつけないと収まらないでしょ。これは、まあ、どうぞどうぞ。キャ、横浜文化体育館、キャ、じゃ、いやいや、どうぞ、まあ、横浜文化体育館、まあ、伊藤ぶちのめして、キャンプファイヤーやるんで、絶対にみんな、横浜文化体育館、見に来てください。よろしくお願いします。デスマッチ調ですね、うん、いつもの、あら、めんどこいよって感じじゃなかったですもんね。意外と丁寧、意外と丁寧ですね。いや、いいっすよ、それは無理しなくていいっすよ、もう自分をさらけ出しちゃっていいんで、いつも通りでいいっすよ、もう射程志望かもしれない、ね、いや、射程じゃない人たちもいるじゃないですか。その人たちにやっぱ来て、射程の人たちはもう、あの黙って言っても来るから、うん、今、行こうと思ってない人たちに向けてちょっと言ってやってください、うん、はい、今、はい、言ってる言ってる、もう、もう、いや、あの、カメラに向かって言ってる言ってる、今、まあ、お前ら来いよと言ってる、はい、お前ら来いよ、そのままだから、いや、いつものさっきあの登場してきたみたいに、ほらほらお前らみたいな感じで言ってやってくださいよ、こうカメラに向かって、はい、まあ横浜文化体育館行こうかどうか迷ってるようなやつらも、うん、まあ来るって決まってるようなやつも、うん、全員スーツとサングラスとオールバック、はい、必需品、うん、絶対見に来いよお前ら。あお、来たやるか、ほらとこの野郎、そのままもう去ってっちゃっていいっすよ、もう、もういい、うん、いいっすよ、もう全部指示されてる、うん、わー、去っていきましたね、はい、はい、というわけでございまして、アンファンというのをお三方に、あ、これあれはケイさんが考えたんですか、なんすか、あれ、ケイさんがああいうふうにプロデュースしたんですか。いやいや、僕だってそれぐらいコントロールしてる、あのような、あの、いでたちになって喋ったの初めてですから、ね、ええ、ケイさん、扱いが上手いです、いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ、僕ちょっと、ええ、手に負えないですよ、うん、ああ、いや、僕が考えたところの立花さんはああいう感じだなと思って今ちょっと、なるほど、なるほど、あれだったんですけどね、そうか、はい、ですので、まあ私もあの当日はちゃんとキャンプファイヤー、あの、行きますんで、はい、はい、気をつけてくださいね、はい、巻き込まない、はい、ハムも食べたいしね、はい、伊藤ハムね、伊藤ハム、はい、というわけでございまして、アンファンテレビのお参加でした、ありがとうございました。